でしょ。そうね。あ、本当だ、ニット帽で来てるから暑いね今日。あ、そう、もう九州から来たらもうちょい冷ゆっと燃えたばってんがぬっかもうさ、うん、山口さん来るってメッセージいっぱい来てるんだ。ありがとうね、いつもね。あのね、妄想レディーさんから、うん、山口さんはじめまして。確か前回の登場でやたら何々倍って語尾に倍をつけて話す方ですよね。そうよ。もしもじゃあさよならを言いたいときは何て言うんですか。今日はこの辺でバイバイバイってなりますか。倍の使い方知りたい倍って。あ、バイバイバイも言うても成立はしとっ倍。そうなの、うん、バイバイバイってなるんだ、うん、そう当たってる。間違いではなかじゃあ何でも後ろに倍つければいいの。倍、タイ、サイ、サイ、うん、どっちがいい。なんかどっちが上品。バイ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 だバイバイバイのみが上品かなバイバイバイは上品ではない。ちょっとなんかバンカラな感じが出てくるね。あ、バイバイバイでこれも聞きた。モーミヤビー氏がジャガイモ山口さんにお願い、昨日長寿闘牛大会で主役の今も元気に春沢してる石原翔庵さんに85歳年日祝いおめでとうを佐賀弁でお願いしたい場合って。お、石原翔庵さん、はい、85歳の年日祝い、これ佐賀弁で、はあ、できる。翔庵さん、あと3年で米寿にならすけんね。長生きしてみんながもっと喜ばせてくださいね。誕生日おめでとうね。かわいいかわいい。で、ショーアンさんはキートラスとかね、これ。キートラス。キートラスかね。キートラス。キートラスって分かった。キートラス前。だいぶキートラスって分かった。ミズキーさんから、はい、早速質問ですが、玉ねぎには血液をサラサラにする効果があるそうですが、うん、病院で血圧を測る場合、看護師さんが美人だと数値が20から30高くなるのはなぜですかって。あれはね。これはもう本当男の差がたいね。男の差がたいね。だけんが血圧が気になるときは、うん、あえて看護師変えてもらわなきゃ。なるほどね。チェンジ。うん、看護師来たらあ、すみません、チェンジお願いしますって。チェンジ。もう血圧未満になる人はちょっとあんまり可愛くない人にお願いしてね。こっちも正直言わない。病院で。病院で。受付の時に。血圧に心配があるから。からちょっと顔に自信のない看護師さんを当ててください。で。まあそういう人に限って腕は良かったですけどね。あ、うん、だそうです、水木さん。でね、あと結構来てるのが、うん、サウロの心さんから。うん、グッサン、お久しぶり大根。これ山口さんの鉄板ギャグの、お久しぶり大根。いやー、美味しそうやなって今思ったから。そうそう。で、玉ねぎ切ってる時に涙が出てくるのは、玉ねぎが痛い痛いと言って涙を流してるからなんでしょうかって。やっぱ玉ねぎ、切った時に涙が出るのは、This is Royal は玉ねぎのこの涙が出るヒリヒリが目にいいっていうのはぶっちゃけマジで生姜焼きって。どんなの？あれなんで涙が出てくるんだろう。あれはね、うん、そうよ。あれがまあやっぱ料理ってやっぱ玉ねぎ使う機会結構多かったもんね、うんうん、もうお母さんね、玉ねぎ炒めたりしたら美味しくやね、うん、でやっぱりなんていうかな、これやっぱり料理の、まあ、登竜門的なところあるよね。ここを乗り越えてちゃんと自炊をできるかできないか、もうここ乗り越えられなかった、もう料理人にもなれん、自炊もできん。じゃあ涙が出る理由はわからないってことね。わからない成分の中あるとやろね